はい、ではこれより海苔巻き、かんぴょう巻きを作ります。まずこの海苔、半分に切った海苔、下、綺麗な方が下になります。そして 68g に測った酢飯です。まず酢水に手をつけて濡らしてよく切っておきます。それからこの測ったご飯、酢飯を乗せていきます。まず前の方 1.5 センチぐらい開けて畝を作ります。それから残りのご飯をまんべんなく敷き詰めていきます。なるべくご飯を潰さないように均一に伸ばします。下の方は1センチぐらい開けておきます。次によく絞ったかんぴょう真ん中にのせます。かんぴょうも太さがいろいろあるので適当に置けていってください。はい、かんぴょうを乗せたらば手前から巻きます。 1.5 センチぐらい残して、はい、その先にちょっと進めて、これで海苔巻き、かんぴょう巻きの完成です。ご覧いただきありがとうございました。